本日はお忙しい中コロナ以降のサスティナブルな病院などの経営支援医療機関の経営モデル集をご視聴いただきありがとうございます当動画はこの授業の目的や背景どのような考え方で作成されているかなどをまとめている全医療機関対象のものですそれでは 早速中身をご説明させていただきます。まずは、当事業の目的とアプローチについてご説明いたします。本研修は、コロナ禍で影響を受けた医療機関に対して、経営モデルを作成し普及することで、県内医療機関の持続可能な経営基盤を確立することを目的としています。 具体的には医療機関の経営を支援するため経営改善につながる医界連携、病診連携や機能再編の具体的事例と論点を整理しています。当資料をご参照いただくことで県内医療機関の持続的な経営基盤構築の一助になることを期待しています。 経営モデルの作成にあたって、地域性と医療機能の2つの視点を考慮しています。まず、地域性については、県内の二次医療圏を、大都市型、地方都市型、200床以上急世紀特化あり、地方都市型、200床以上急世紀特化なし、 仮想型の4区分に分類していますまた医療機能は高度急性期急性期回復期慢性期外来在宅という5つの区分に分類していますそれぞれの区分に沿った病院の特徴ごとに病院を ① 急性期特化型、丸三ケアミックス型、四回復期、慢性期型、五診療所、介護施設に分類しています。上記分類ごとに経営モデルを提示しています。経営モデルは、連携、院内基盤強化と、 機能再編の2つの切り口から整理し、それぞれ概要、導入時の論点、増収額のイメージを記載しています。詳細は後ほどご説明いたします。地域性を踏まえた経営モデルの作成のため、全国の二次医療圏を累計化し、 二次医療圏を特徴ごとにに4つに分類しています分類としては、大都市型、地方都市型、200床以上9世紀特化あり、地方都市型、200床以上9世紀特化なし、過疎型の4つとなります。それでは、各分類の定義と特徴を確認してまいります。 まず、大都市型についてです。大都市型の定義は、1床当たりの面積が30平方メートル未満の二次医療圏となっており、特徴は、次二次医療圏、副次圏内に、複数の200床以上の急性期特化型病院が存在していることから、急性期と回復期間の機能分化が進んでいるというものです。 当県で該当する医療権としては、南部医療権、南西部医療権、東部医療権、埼玉医療権となっています。次に、地方都市型200床以上急性期特化ありについてです。地方都市型200床以上急性期特化ありの定義は、 1, 1床あたりの面積が30平方メートル以上500平方メートル未満の二次医療圏かつ次二次医療圏・副次圏の中に200床以上の急性期特化型病院があるというものです特徴としては大都市型には及びませんが次二次医療圏・副次圏内の急性期特化型病院にて 高度急性期医療がなされ、回復期は定員となることが多く、機能分化が進んでいる傾向にあるというものです。当カテゴリーに該当する医療圏としては、川越引医療圏の南福祉県、西部医療圏、利根医療圏、北部医療圏の東福祉圏となっています。 そして、地方都市型200床以上急性期特化なしについてです。地方都市型200床以上急性期特化なしの定義は、一床あたりの面積が30平方メートル以上、500平方メートル未満の二次医療圏かつ次二次医療圏・副次圏の中に、 200床以上の特徴は、次・二次医療圏・副次圏に、急性期特化型病院がないため、他の医療圏へ患者が流出している一方、地域医療は一手に担う必要性が高まるため、一病院が複数の機能を持つ傾向にあるというものです。 当県で該当する医療圏としては、県央川越引医療圏の北福事件、北部医療圏の西福事件となっております。最後に、仮想型についてです。定義は、一生当たりの面積が500平方メートル以上の二次医療圏です。特徴としては、 急性期特化型病院がないため、別の二次医療圏へ患者が流出しており、高度医療を別の二次医療圏、在宅医療を含む地域医療の提供を自医療圏で完結させることが求められています。当県で該当する医療圏は、秩父医療圏のみです。先ほどまでご説明した地域分類を横軸。 各医療機関の機能を縦軸にとり、各医療機関を分類したものがこちらの表となります。まず、丸1の急性期特化型病院です。こちらは、急性期機能のみを担う、回復期、慢性期機能のない医療機関です。主に都市部に存在しています。次に、ケアミックス型の病院は、 地域性を踏ままえると2つに分かれます。具体的には大都市地方都市200床以上急性期特化ありに存在する2のケアミックス型は急性期特化型との連携が多く発生する一方で地方都市200床以上急性期特かなしや過疎型に存在する3のケアミックス型の医療機関は 人員で患者受け入れし、回復期へつなげるという運用の割合が多く、2のケアミックス型よりも、病病連携の必要性が低いという特徴があります。次に、4の回復期・慢性期型の医療機関、急性期機能のない医療機関はこちらに分類されます。最後に診療所や 介護事業所については ⑤ に分類しています、当分類はあくまで参考でございますので、寺院の機能、規模、状況を踏まえて、次ページからの経営モデルをご活用いただければと存じます。それでは、ここから経営モデルの概要についてご説明いたします。 経営モデルは連携とそのために必要な院内基盤整備というカテゴリーと機能再編という2つの切り口で整理しています。寺院はどのモデルが利用できるかについては、全校の病院分類をご覧になった上で、推奨医療機関の数字に色がついている箇所が目安となります。例としては、ナンバー1の 登録医・登録施設制度については、推奨医療機関の1、2、3に色がついておりますので、急性期特化型と2つのケアミックス型の病院で活用できる可能性があるという形になります。それではまず、連携・院内基盤整備の内容から項目のみお伝えさせていただきます。 院内基盤整備では、病病連携、病診連携、医会連携の推進を目的としたナンバー1の登録医・登録施設制度、入退院支援フローの整理によって、各種診療報酬を目指すナンバー2の入退院体制の適正化、早期の退院調整や、 病床の有効活用を目的とした No.3 のタイムリーな空床情報の収集と提供などがあります。8ページも同様に連携・院内基盤整備の内容です。No.4 は診療所との連携強化と外来栄養指導による増収を目指す 栄養指導を用いいた病診連携となっています。次のナンバー5は介護施設との連携による在宅復帰機能強化加算の届出という内容で主に療養病棟を持つ病院が対象となりますナンバー6の介護施設側の医療連携体制加算算定に向けた連携は 医療機関と介護施設が連携を図ることで、介護施設側が加算を取れるというものです。医療機関側では、介護施設との連携強化が図れることによって、訪問診療や外来患者増加などの増収効果が見込めます。連携・院内基盤整備の最後は、遠隔な在宅復帰に向けた、 退院時共同指導という項目です。入院患者が在宅復帰をする際に、在宅療養担当医療機関や関係者と退院カンファレンスを行うことで、算定ができる診療報酬です。ここからは、機能再編の内容に入ります。まずは、ナンバー1の各種ユニットの導入です。 高度急性期を担っている病院にて、患者層や職員配置などが可能であれば、転換することで大幅な増収となります。No.2 は緩和ケア病棟の導入ですがん領域に強みを持っているものの、一般病棟の稼働率が低下している場合は検討の余地があります。No.3 No.4 は、地域包括ケア病棟の導入です。令和4年度の診療報酬改定では厳しい改定となっておりますが急性期病院と役割分化が図りやすい環境にあり回復期病床が不足している当県としては依然として増収効果が見込める機能転換先となっています。 No.5 の回復期リハビリテーション病棟への転換では、脳や整形疾患に強みを持つ病院の場合に転換の余地があります。当入院料においては、令和4年度の改定で、対象疾患が心臓まで拡大されたため、転換先として追い風が吹いています。No.6 は、 精神病等の機能分化の内容です。精神領域においても機能分化が求められており、機能分化を図ることで診療報酬上の優遇があります。最後は、在宅復帰機能の強化です。在宅療養支援病院の届出によって、各種診療報酬の点数が増加させることが可能です。 次の動画からは、丸1、急性期特化型、丸2、地方都市型、200床以上急性期特化病院あり、丸3、地方都市型、200床以上急性期特化病院なし、丸4、回復期、慢性期型、丸5、診療所・介護施設に向けて、 動画を作成しております。議員の運営状況に合わせて、参考になりそうな動画をご覧ください。以上で本動画は終了となります。ご視聴ありがとうございました。